はい、お疲れ様です。ちょっと一夜明けてしまいましたけれども、昨日話題を呼んだうちの一人、見事 X として凱旋を果たしましたジャスト5ガイズ新メンバー上村優也選手のお話をしていこうかなというふうに思います。はい、まあ散々話題を呼んだこの X 誰だ問題だったんですけど、まあ率直にこう上村選手だったっていうところの僕の待つ率直な感想、まあですよねっていう、まあそうなりますよねっていう、まあまずこの感じを思ったっていうのが一つと、まあ上村選手で よかったなっていう、まあそんな感じですね。うん、僕は前々から今回のこの X は2億パーセント上村優也選手だとか、石森説は絶対ない、石森説はただのワンピースの見過ぎだとかって散々もう口が酸っぱくなるほど言ってきたんで、まあ、ここでちょっと上村選手じゃなかったら、ああこれ違ってたらこれ謝罪案件だなぐらいな感じで思ってたんで、まあ下手したら謝罪会見で1本動画あげようかなって思ってたぐらいだったんで、まあね、そんな謝罪会見を開くことなく済んだんで、まあこれはこれで良かったかなというふうな感じですね。はい、でまあ改めて、まあ、なんでこう今回の X 上村優也選手だったのかなっていうふうなところをちょっとまた改めてこう振り返りながら、いろいろと喋っていこうかなというふうに思います。はい、まあ今更終わってしまったことなんで、まあ終わったことだからいくらでも後付けでできるだろうとかっていう風なあれはあるかもしれないですけども、まあもともと上村優也選手をね推してた僕だったんで、まあその上村選手じゃなきゃダメだった理由的なのをですねちょっと深掘っていこうかなという風に思うんですけども、まず上村優也選手が適任だったなっていう思う、まあ一つ目の根拠理由としてはやっぱりユニットのバランス感覚っすよね。今この世代の新世代の海野、成田、辻、そして上村、ここの4人っていうのはやっぱりこのユニットをある程度ばらしていかないとっていう風なところだと思うんですよね。まあ海野選手と成田選手はストロングスタイルと本体って一応分かれてて、まあ一応今回合併っていう形になりましたけれども、まあそれはまあ結果論というようなところで、で辻選手ロスインゴで上村選手どこに行くかってなると、ここで本体ケイオス組に入っちゃうとまた成田海のラインとの被りっていうふうなところで、やっぱりユニットのバランス構成が悪いですよね。で次のシリーズからは真田内藤の前哨戦がメインで組まれてるっていうふうなところを考えた時に、やっぱりユニットのバランス考えた時に5対5、そしてそのジャスト5ガイズとロスインゴのメンバーの格の序列的を考えた時に、ここに上村が入るっていうのが非常にこうベストなんですよね。内藤の対比は真田、高木の対比は太一で、辻の対比は上村、ヒロムの対比同期で、武士の対比が高道の句みたいな感じで、そうするとユニットの格の序列のバランスとかも結構揃うんで、やっぱりその次のシリーズの動きとかその辺もトータルで考えた時に、ここは上村選手しかいないよなっていう風な感じですね。もし仮に石森選手がここに入ってたらバランスがやっぱ悪いんですよね。辻の対比に来るのが石森っていうのは、ちょっとバランス悪いよなっていう、まあそんなところです。はい、2つ目の上村優也選手が入るべきその根拠的な部分、上村選手の方が圧倒的に今後のストーリー構成が作りやすいっていう風なところっすね。今回新メンバー X が入りました。そして X が登場して一つの話題が終わりました。じゃあ次のステップ進むっていう風な時になった時に、これが新しく入ってくる凱旋するメンバーだったら次の展開をどうするかっていう、そこのストーリーだけに一本絞れられるんで、ブッカー目線とかを考えた時にやっぱりストーリー構成的にはそこの次の展開どうするかっていう、すごい一本だけに絞られるんで、すごく楽なんですよね。まあまた石森選手の例を出すんですけど、これ石森選手だった場合ってジャスト5ガイズに入りました。そしてジャスト5ガイズとしての新メンバーとしての今後の活動するストーリー、
でもその裏 そことはまた別で、なぜバレットクラブを裏切ったかっていう、バレットクラブとのそこの遺恨清算っていう、そこの2つのストーリーを進めないといけないっていうことになってしまうんで、こうなるとブッカー目線的には今後のストーリープラスバレットクラブとの遺恨清算っていう、そこの2つのストーリーを進めなきゃいけないっていう風なところになると結構めんどくさいんですよね。新日本プロレスって今もうユニット固定になってるんで、ワンシリーズで一つのユニットは一つのユニットとしか構想がしないっていう風な、大体そういう作りになってるんで、そうなってくると石森選手のこれからバレットクラブを裏切ったストーリーってなかなか進めづらくなっちゃうし、まあブッカー目線的に言ったらちょっとそれめんどくせえよなみたいな、まあそんな感じっすね。はい。で、3つ目の上村優也選手であるべき根拠理由、やっぱりあの真田イービルのレフェリー失神芸茶番劇場っていう、そこの下請け作業をやらすにはやっぱりこう若い新人の上村優也っていうのが一番適任じゃないかなっていう、まあそんなところっすよね。うん。これが例えばね、石森選手とか中島勝彦にあの茶番劇シナリオのなんかね、介入者 A、B 的なその辺の役割やらすのってなんかちょっとダサくねえかっていう、やっぱそういうところもあるんで、やっぱりああいう下請け作業的な部分っていうのも考えたら、ここは上村選手しかいねえよなっていう、そんな感じっすね。まあ、黒潮イケメン二郎とかでも、まあそういうのをね、こういう下請け作業ちょっと似合いそうな感じはあるんですけども、まあとりあえず一番適任なのこの茶番劇にね、まあね、介入してもなんか格落ちとかしないのは上村選手じゃねえかなっていう、まあそんな感じですね。年齢的な部分とかそういうところも考えて選手のイメージダウンとかそういうのも考えた時に、あの茶番劇場に参加させられるフィットする選手はやっぱり上村選手だったよねっていう、まあそんな感じですね。はい。まあこんなところがもろもろ含んだ時にやっぱり上村優也選手妥当だよねっていう、まあそんな感じですね。はい。という、まあ、僕なりの主観でございました。はい。というわけでですね、昨日の試合を振り返って僕が見た上村優也選手の印象なんですけども、なんか佇まいとか昔の棚橋さんに似てるよなっていう、まあそんな感じっすね。声が大きいんでね、なんかそういうところも棚橋さんにちょっと似てるなっていうところと、あとなんか入隊場の時とかの雄たけび上げる感じとか、ちょっと胸を張って歩く感じとかも、あれ昔の棚橋さんにすっげえ似てるなみたいな、なんかそんなのを感じましたね。はい。でちょっとやっぱ気になったのが、やっぱフィニッシュホールドっすね。え、貫抜きスープレックスっすかっていう、いやー貫抜きか。しかもフィニッシュ前のつなぎがフライングダイビングボディアタックっていう、これまた古典的な技を使ってくるなっていう感じで、え、別に悪くはないんだけども、このテイストってちょっと成田とかぶらないかいっていうのはちょっと思ったんですよね。成田のフィニッシュホールド、フロントスープレックスホールドともうほぼ一緒やんっていう、そこの古典的な技使う選手って、いやー同じ世代で2人ってちょっとどうなるかなっていうのは思ったっすけどね。まあ別にそのフィニッシュが悪いとか、なんだろうそのヘンテコな足を抱えた垂直落下式系のドライバーやるとかそういうわけではないですけども、今成田がそこのフロントスープレックスをフィニッシュにしてんのに貫抜きいっちゃうっていうのは正直思ったっすけどもね。まあそんなところっすね。ただでさえ成田のフロントスープレックスでもって思ってしまう自分がいるんで、そこの第2号をまた量産するのかっていう、まあ、そんな気持ちはありますね。ただ上村選手の試合を見てるとその躍動感的な部分がすごくあるんで、
まあ、フィニッシュはちょっと渋めの技ですけども、全体的なその躍動感的なところはちょっと見ていて気持ちいいかなっていう、まあそんな感じの印象はありましたね。はい、というのが僕の、まあ、昨日直感で見た上村優也選手の印象です。はい、でバックステージコメントもちょっと見たんですけども、やっぱりちょっとコメント力がちょっと弱点の選手だなっていう、そんな印象はちょっとついちゃいましたね。昨日のその上村選手のそのコメントとか、その真田選手を肩車した時のその微妙な顔をしてたとか何とかって、で結局上村優也はまたすぐ裏切るんじゃないか問題とかって今いろいろ出たりしてるんですけども、いやそれは全然関係ないっしょっていうのが僕の見解ですね。うん、だから昨日のコメントであったりとか、その表情であったりとかっていうのは、ただの上村優也選手がシャイで離れしてなくて、その顔の表情作りとか、そのコメントとかがうまくできなくて、ちょっとわけわかんない感じになっちゃったかなっていう、そんな印象なんで、別にこれはなんかのこうフラグがすぐ待ってるとかそういうのはないかなっていうところっすね。いや、ぶっちゃけこの間の神戸で金丸選手の裏切りがあってから、まあこれ僕の肌感ですけどもね、なんかこうどんどんすぐ何かを疑ってしまうプロレスファンがすげえ量産されたなっていう感じしますね。僕は前々からこの選手がこう欠場になった時とか裏切りがあった時に、このプロレスファンの悪い癖でこのすぐ何かを疑うっていう、これっていうのは現実社会に出た時に通用しない感覚、やべえ感覚を持ってしまうんで、良い子は真似すんなよっていうのをよく口酸っぱくなるほど言ってきたんですけども、まあ僕の注意喚起ももう虚しく、どんどんこう何かを疑ってしまうこうプロレスファンがなんか量産されてしまったかなっていう、ちょっとそんな現状はありますね。だってちょっと極端すぎる例ですけども、考えてみてくださいよ。友達と二人でこう歩いてます。で友達がちょっと階段からつまずいてちょっと転んじゃって、足をこう痛くしてもうちょっと倒れ込んじゃってるみたいな、そういうシチュエーションになった時に、お前どうせこの傷んでるの嘘だろ、なんか裏があんだろみたいなことって絶対言わないじゃないですか。だからあんまりこうやって何かあった時にこのすぐこう疑うっていう癖がついちゃうと、やっぱり人間的にちょっとバグった、感性を持ってしまうんで、これはちょっとどうなのかなっていうのが僕の見解なんですよ。でまあ、もうちょっと例を挙げたりすると、ね、後藤選手とかもさ、本当にさ、膝の負傷で怪我してんのに X の正体じゃねえかとかいろいろ言われたりとかしてて、いやいやいや、本当に怪我してるんだから心配してあげなよっていう、そんなの思ってたんでね。だからこう人のね不幸をこうすぐ疑ってしまうっていう、こういう社会不適合者的な感覚はちょっと、良い子は真似しない方がいいんじゃねっていうのを、まあ、また改めてね再度こう忠告させていただこうかなというふうに思います。はい、まあ今回の上村選手の疑いっていうのは、こう上村選手が怪我をしたところに対しての疑いとかっていうわけじゃないんで、ちょっと意味合いのテイストは変わるんですけども、まあ、こういうこう怪我した時もすぐ疑っちゃう癖がついちゃってると、やっぱりこういう風なすぐ何かを疑う、そういう感性が身についちゃってしまうんで、まあそれはどうなのかなっていう、社会に出た時に結構やばくなっちゃうぞっていう、まあそんなところっすね。はい、で上村選手のちょっと今後なんですけども、僕的にはちょっと不安視が残るっていうか、まずその凱旋の扱い的な部分ですね。海の成田、辻、そして上村、ここの4人を対比で見た時に、上村選手って下手したら一番扱い的にやっぱ一番下じゃねえかなっていうのはちょっと感じたりしましたね。まあそこは令和三銃士っていう枠から外れたっていうところと、凱旋してその注目を浴びるタイミングで、次のシリーズが裕次郎とのシングルっていうのってこれってどうなんっていう、まあそんな感じっすね。
成田選手も凱旋した時って第一試合で扱いがどうこうって言われたんですけども、でも次のシリーズで石井とのシングルっていうところだったんで、まあそこでちょっと爪痕残すことはできたんで、まあそれはそれで良かったかなっていうふうに思うんですけども、上村選手って次裕次郎ってさ、裕次郎に勝ったところで爪痕もクソもないよねっていうふうなところなんで、だから次の対戦相手がこう裕次郎っていうところが、なんかこう上村選手のやっぱ格の序列がやっぱまだ低い段階なのかなって思わされてしまうところかなというふうに思いますね。僕は次の凱旋した後のシングルってイービルかなって思ってたんですけども、いやまさかね、6人ダックでもフォール取ってんのにまた裕次郎とのシングルでね、裕次郎焼きもしコースってえって思っちゃってますけども、まあそんなところっすね。はい、まあなのでちょっと上村選手のこうプッシュが来るっていうのは、まあちょっとしばらく先になりそうかなというふうな感じをしますね。はい、であとは改めてここの4人が揃ったところで、改めて現時点での総評なんですけども、やっぱ辻陽太ってズバ抜けてんなっていう、まあそこを改めてこう感じましたね。その試合のポテンシャルであったりとか、やっぱりコメント力とか、そういうのを考えた時にやっぱ辻陽太選手はやっぱズバ抜けてんなっていう、まあそこも改めて思ったってところですね。はい、はい、というわけで結局今回の動画で何を言いたかったっていうと、やっぱりジャスト5ガイズのああいうノリに中島克彦は絶対合うわけがないんだよねってこと。